気になることあれもこれもやりたいこと全部やる、それすなわち世界征服。どうもライトでポップな都市伝説紹介チャンネルのテラの小雪です。ミョンです。天の声ジュゾです。今日なんですか、雰囲気が変ですけど。いや、ちょっとこのようなキャラで行こうと思ってます。嫌のこと嫌って言わないで。ひえ気持ち悪い。あまりにも今までねふざけたキャラで行き過ぎたんでね、うん、ちょっと知のあるとこ見せていこうかな。こっちの方ふざけてますけどね。東大卒業なんでね僕ね。嘘ですけどね、東大卒業じゃないです、はい、東大プラモデルガムでほらカボトルさんだろ。あー戻ってきた戻ってきた、イエーイ。どうしたんですか、ふざけるんじゃん。今日の都市伝説は何ですか。嘘だらけ陰謀渦めく世界の真実でーす。あらおー、はい、ということでもう嘘だらけなんですよ世の中ね。学歴詐称とかね、うん、もう東大出身の世の中 いっぱい聞くんやけどね。さっきまでの小池さんですけどね。はうん、え言ってました。なんか言い損ねてましたけど、プラモデル学科みたいな東大生、ね、そうですね、はい。まあ、今日はですね引き続きインマイルーム、はいはい、プラスターの人気企画 の、はい、の総集編のパート3、まあ、ラストですね、はいはい。最後のテーマがやっぱみんな大好き陰謀論をやっていこうと思うんですけど、みんな好きですよ、ね、やっぱり世界って陰謀にうつめいてますよ、はいはい、ほんまに。僕も中学校の時にね、うん、その夏美と付き合ってたことを言ってませんでした。クラスのみんなには。ということはその夏美さんのことが他に好きな男子がいた時に僕に相談されて、もう僕は付き合ってるから、うん、ちょっと言えないことが。何の話これ。そういうことなんです。だからそういうことなの。陰謀だらけ。陰謀ね。陰謀じゃないよ。隠されてるから。そう、そこでね、うん、たくさんこうお付き合いがあってイチャイチャすると陰謀だらけに部屋がなってる。本部と最初のダメだ。こら違う違う、こっほらこれおばあ、おばあのやつやって、これババアしかやんないやつ怒り方ということで、まあ、大なり小なり異世界には陰謀がたくさんあるよっていうことなんですけど、最後のですね、インマイルームスペシャルはこちらのお三方に語っていただこうと思います。はい。はい、三上編集長、月刊ムーのね、うん、編集長ですけども、やっぱたくさんのことですね、取材されますんで、うん、初めてね、この時教えてくれたこともあります。うん。ほんとお酒飲みながらやってるんで、よく勉強でペラペラペラって言っちゃいけないことばっか言ってます。ほんとめちゃくちゃ面白いです。ね、うん、はい、続いてが、ビンタロウ先生ということで、はい、はい。戦争は仕組まれているっていうことで、ね。はい。まあ何でもそうなんですけども、偶発的にスタートすることないんですよ、うん、だって国家間の争いなんかやっぱりいろんな陰謀があって当然なんですよね、うん、そういうことをオカルト研究第一人者山口敏太郎先生がまあ熱く語ってくれてます、うん、それ最後はやはり政府関係者 A さんということで、第三次世界大戦を始まっていますという衝撃的なですねことを語ってくれました、うん、63万回再生されているということで、うんうん、すごいよね。あの三上編集長と山口敏太郎先生って結構バシバシじゃないですか。はいはいはい、もう陰謀ほら指で表さないでください、うん、はい、なのでその2人が同じチャンネルの画角で映ってるっていう感じは、うん、確かにね、小安さだけです。そうね、そう本当に。でそれが小闇なんで再編集してこうやってできてるので、うん、奇跡の確かに ね組み合わせだと思いますので、うん、ぜひですね、世の中嘘だらけなんだな、陰謀を渦めいてんだなってことを体感できると思いますので、最後までお楽しみください、うん、それではどうぞ。小安さん、インマイルームへようこそ。僕は個人的にお付き合いのあります、都市伝説系 YouTuber やタレントさん、その他、たくさんの知り合いにですね、自宅にお越しいただいていろんなお話を聞こうという企画でございます。ついにこの方をですね、自宅に呼んでしまいました。月刊ムー編集長の三上さんです。よろしくお願いします。いつもより力入ってますね。もう心配でしたよ。自宅なんで本当に。あ、はいはい。マンションの住人に通報されへんかなと思って。あーね。まあ、確かにね。このまんま来られるんですよ。なんで、インターホン越しにこの映ってるのめちゃくちゃ面白くて。ただですね、今日はポップなね、雰囲気でスタートしてますけども、やはりですね、小雪スタジオで普段扱わないような、ちょっと陰謀論によった話とか、一歩踏み込んだことをですね、このインマイルームでは、ザックバランにトークをね、こう聞き出す役なんで僕は。でもたくさんガソリンもありますんで。ガソリンのマイエナジー。マイエナジー。前回コラボさせていたのっていつでしたっけ、はい、結構前になりますよね。うん、もう半年以上前。そうですよね。その半年間であった出来事っていろいろありましたし、世界でいろんな、まあ、異常災害もありましたし、はいはい、戦争の問題もありましたし、かなりこう半年も変わったじゃないですか。あとあれね、一言で言うと今回のテーマになるけども、はい、計画されてれば、ただ実行に移しただけ。仕組まれていた。偶発じゃない、計画で。偶然そのタイミングが悪くて夫婦喧嘩みたいなのですね。たまたまタイミング悪くて気の悪いところがいい。そういうのはさ他のチャンネルでやりゃいいんだよ。だって一歩踏み込んだよ。ぜひ聞かせていただいたら。巷の陰謀論なんてさ、どっかで書いてるとか落ちてるような話ばっかだよ。芸能界のゴシップみたいなもんですもんね。そのレベルじゃん。そのレベルじゃない。じゃああの戦争っていうのはもう誰かが仕掛けてこのタイミングが。もちろん誰なんですか、ぶっちゃけて言うと。ああいうことを仕掛けられる人たち。
うん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 、こういう聞き方どうですか、なぜこのタイミングだったんですか。ちゃんとあるの、コロナもクマが出てくるのも。まずね、コロナって言ったらもう2020年からね、常にもうウィズコロナって未だにそばにあるパンデミックですけども、もういいでしょ、もういちいちさ、あれはもうだって作られたもんなんだから。ネットの中ではね、下手したら表現の仕方によってはバンされちゃうかもしれない、はいはい、そういうね、使用抹殺はいいの、はいはい、と大きな大きな話を、ちょっと楽しみです。今日はいわゆるこの、まあ、週末だけど、週末の計画が実行に移されている以上は知るべきだよ、うんうんうん、なかなかこう普段こう暮らしていたら知る機会っていうのはないじゃないですか。知るといってもさ、ネットに落ちてるさ話とかさあ、また DS? よく言うたんすね、イルミナティまたホリメゾンが飽きただろ。確かにもうこのお腹いっぱいの、この界隈その擦ることしかないですもんね今ね。ね。だってフリーメイソンとかね、フリーメイソンも知らないんだまた。うんうん、あ、そうなんですか。フリーメイソン知らないよ。その辺にいるフリーメイソンなんかさ、末端の人たちみたいな。末端っていうかさ、あえて末端っていうけど。はいはいはい。どうなんですか、そのフリーメイソンのその上の方の階級だけをこう知ってるとか。あのフリーメイソン3つしかあるからね。3つブルーロッジの関係ね、親方までしかない、うんうん、3階級しかないじゃん。あ、なるほど、ね、そっからヨークライトとかスコッティッシュライトとか、はいはい、まあ、ずっとあったりというか、うん、まあ、他にもいろんなね、なんとかライトとかあるから、はい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 、そこは違う山のわけよ、うん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 、だからヨークライト行くみたいなのか、スコッティッシュライト行くちょっとコンビニ行くみたいなノリですね。どっち両方やってとかさ、はいはいはい、ヨークライトの方がちょっと、ね、厳しいんだよな。じゃあるんですよね、そういうのは。へえ。その普通のフリーメイソンのね、徒弟からペロになって、親方マスター、うんうんうん、マスターメイソンになって、これでも3階級だからね、うんうんうん、プラス例えばスコッティッシュは33階級、うんうん、ダグラス・マッカーサーとかさ、はい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 、アチラメイチローとかさ、うん、ここまで来るともう、まあ、名誉職だよね。いや、すごい名前どんどんできてきてますけどね、もうすでに一つでも大体32階級が事実上のトップ、はい、32階級結構いるんだよね。うん、32はね、僕は知り合いにもいるけど、33って言ったらなかなかですね。だからなんか勲章みたいなもんで、ね、外学の組織なんでね、うんうん、例えばあの32回言ったらシュライナーズ、おいおい、シュライン、うん、カーネルサンダースの、うん、え、あのケンタッキーの、そうカーネルサンダースの人形ってあるでしょ。ありますね、白い服着たの、もう絶対この手側にいますもんね。あの人形あるのって日本だけど。あ、そうなんですか、うん、海外でないよこんなの。しかもあの人形のバッジのところにちゃんとフリーメイソンのマークついてるとかって、あの2つあるの。あ、2つあります。2つ、この見れば分かるけど、歯車、はいはいはい、これはロータリークラブ、ロータリークラブ、ライオンズクラブっていうのはそれを作った人たちのメイソンだから、うん、そうだったんですか。本当は誘っちゃいけないんだよ。そうですよね、フリーメイソンは基本的に勧誘禁止ですからね。そうそうそう、でもそれ日本だけだからね。あ、そうなんですか日本だけで。そうなんですか日本だけだよ。まあね、日本のメイソンはね、もう閉鎖的なの。なんか意外ですね。え、そうなんですか。アメリカなんかもうすごいよ。アメリカなんかもメイソン自体のそれ古臭いというかさ、若者が入らないわけよ。みんなどこもそれジジイばっかりになってくる。あ、だから日本のロッジもさ、だいたい高齢化してさ、なんとかロッジって作ったらいいんだけど、だんだんお亡くなりになってこう立ち枯れていくわけよロッジを。そこに結構莫大な資金のある、うん、例えば病院の経営者の方なんかがメイソンですっていうね。そういう、ね、あの院長いますけどね。いますよね、有名な方ですよね。イエスフリーメイソン言っちゃってるよね半分ね。持ちギャグのようにやりますよね。メイソンが自分からメイソンっていうことは OK、 ただし隠してるのに、うんうん、あのね、こいつメイソンなのっていうのは、うん、これはルール違反。そうですね、まあ、あの方は自分おっしゃってますよね。そうそうそう、自分取材もしてるし、ムーでも、はい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 、フリーメイソンの儀式一緒まで来ちゃって計算しましたけど、はいはいはい、そしたらさ、それ個人的にこう、うん、院長がさ入手したもので、その時の院長の階級じゃないわけよ。おーおーおー、おい、それでちょっとね、メイソンの仲間からいかがなものかねって言われたらしいよ。お怒りの声が。でもほら、いろんなこうボランティアとかね、うん、こうやってるから、うん、そういうことですよね。本来はね、全部儀式やっていかなきゃいけないからね、うん、しかもフリチンなんだから。フリチンなんですか。フリチンなんだよ。え、服着ないんですか。なんか服はもう儀式もあるよ。でもこのいわゆる参入儀式って、はいはい、いろいろあるでしょ。だから、はい、あのこう階級を上がっていくたびに儀式があるわけ。まず参入儀式、うんうんうん、はい、昇級、はい、昇級、うんうんうん、え、裸でやるんですか。え、知らなかった。だから基本的にフリーメイソンっていうのは男性だけ。ああ、確かにね、女の人は入れますよね。グランドメイン、フランスの方は女性でも入れるんだけど、日本のフリーメイソンっていうのはもともとイギリスからアメリカ、アメリカからフィリピンっていうのね。ああ、フィ
ィリピンからアクセスされた。そうだそうだ。でフィリピンのロッジ の、 そのグランドマスターダグラスマック。はいはいはい。いや今年それ僕も勉強してびっくりしたんですよ。意外とその世界でこう散らばってるミーソンから、まあ、どういう経路で、ね、日本に入ってきたかっていうのもかなりフィリピンが強いんですよね。いやそうだよ。フィリピンもね甘く見ちゃいけない。みたいですよね、うん、初めて知る人もいるんじゃないですかこのね実態を。フランス系のいわゆる大陸系の大統者ね、グランドリアンっていうんだけど、うん、グランドリアンの方はちょっとリベラルなんで、うんうん、ロシアの中でもその政治的な話もして宗教的な話もしていいっていうことを、やっぱりねイギリスとフランスってやっぱね反りが合わない。ペフ戦争があったよ、はいはい、だからお互いのグランドロッジで破門し合ってる。あ、そうなんですね。もうね、もう大変。大変そう。だから、日本のフリーメイソンは基本的にはイギリス、アメリカ系のメイソン。フランス系のメイソンもあるわけ、うん。フランスとかベルギー系のメイソンって。そっち系も実は密かに日本にもね、もうロッジあんだよ。密かにってことはあんまり公にはならない。ほら、一応派閥があるわけよ。はいはい。フランス系とイギリス系があって、そういう。ね。でもその、メイソン同士は基本的には、うん、ロッジ同士はこれは、例えば国のような関係だから、うんうん、対等にこうお付き合いするっていう。うんうん、だって儀式なんかとか、いろんなのだって全部同じなんだ。確かにそうですよね。だから、いわゆるそのメイソン同士で、イギリス系とフランス系の人たちが付き合いはあるんだよね。うん、アメリカの方のフリーメイソンなんか、高齢化してるから話しますけども、はい、ホームページでね、ワンチューってね、フリーメイソン大募集、君もフリーメイソンに入らないか。普通に求人募集みたいな、サークルのね、部員募集するんですよ。そういう状況よ。威厳中か白色というなんかなんだろうな。日本はね言わないの。メイソン入ったから魔術的な儀式とかやってるわけじゃないですよ、うんうん、入ったからってなんかねいい思いするとか経済的に成功するとかってことじゃないですよ、うんうん、それは言うわけ、うん、フリーメイソンが世界政府狙ってる運動っていうので、はい、よく言うでしょ、はい、確かにフリーメイソンのホームページとかねテーゼとして世界征服するなんて一言もないわけ。あ、まあまあ、問い合わせればちゃんと広報もあるし、そんなの都市伝説って言うよ、うん、でもメンバーはやるぞ、うん、世界征服ができるとすれば唯一フリーメイソンだー言ってんだもん。そうですよね。そうよ。でそれは聞きます。だって僕ガキの頃からやっぱ月刊ムー読んでましたけども、船踊りますの秘密結社とか UFO とかっていう、マスコミなんかもまあねテレビも新聞もそうだけどコンプライアンスコードとかいろいろあるから、はい、もう出せないんだよね。逆にどうするその雑誌の世界っていうのはそういう規制とかあるんですか。ありますよ。もちろん YouTube の世界はもう年単位じゃないですね。これ3ヶ月単位ぐらいで規制が厳しくなってる実感ある。ああ、まあなるでしょうね。そうでも雑誌って唯一なんかこうなんだろうな、わりかし緩い最後のメディアみたいな、こんなのこう地雷を踏まないようにこう言葉一つも大変よ。選んでる感じは使っちゃいけない言葉でいっぱいあるんだから、まあ、大変よ。まあいろいろこうジェンダーの問題だとか、あなるほど、人権的にデリケートな問題とかあるわけですよ。確かに確かに、それはそうですね。いわゆるタブーと、なるほどなるほど。でもそういう中にこうあるわけだよ真実が。そこにこそ落ちてる感じしますよね。ただねそれはまだちっちゃい話なんで、ちっちゃい話のなんか語弊があるけど、うんうん、まあいろんなメイソンいるけど、うん、結局なんかロックフェラーのオーストラリアだってフリーメイソンじゃん。ユダヤの陰謀だって言いながらロックフェラーのオーストラリアもうイルミナティがロックフェラーの同じじゃねえかよ。いやそうなんだよ。ホルトスの卵みたいにこれどっちが先なんていうことですけど、本当よ。もう歴史的な事件が起こったり財閥の中にフリーメイソンが多いだけで、結局フリーメイソンが事件を起こしてたりもそういう人多いんですよね。力を持った人がたまたま。あれじゃねえ、 P2 事件プロパガンダって、はいはい、イタリアでは、うん、あれだとメイソンですか。そうですよね。プロバンドって言ってね、ロッジのあれなんか、うん、ゴッドファーザーの映画の中で、ね、過激ですよね。あの本当に暗殺が起きてそうですよね。替え玉あったりとかさ、いやそれでもねちっちゃい話ね。まだちっちゃいですか。ちっちゃい。そんなのその辺に転がって落ちてる話じゃん。確かに確かに、それはね、ネットでさこうやって落ちてる話、それは本当にその通りですよね。だからね、陰謀論話せってそうですよ。ちょっとしようかな。じゃもうちょっと深い因果をせっかく聞きたいな、ね、国際金融資本だとか300人委員会だとかさね、TC とかね、トライラタルコミッションだとか、いいよいいよ、もうかかってこいよ強い、さすがじゃなくてだな、もっともっとでかい。いいよ、メイソンが陰謀とかね、世界征服狙ってる、あ、いいですよ。でも世界征服を狙ってるっていうか、もうしちゃってんだもん。されている、しちゃってんの。見てる人の中で支配されてる皆さんも感じが多分しないと思いますよ。これを見てる皆様は何の自覚もない、うんうん、何の、ね、感覚もな、そういうの無自覚だけども、うんうん、きっちりこのピラミッドの中には
怖くないですか。まずもうそもそも支配が始まってるので、もう支配されているっていう前提ですよね。第二次世界大戦に戦時中にね、ナチスドイツ、イギリス、日本、バチカン、この40スパイ、下手したら50スパイぐらいやってたっていう男がいる、うん、アンヘル・アルカサール・デ・ベラスコっていう、まあ、ユダヤ系スペイン人、うん、この人物の名前を知ってるかどうかでもうレベルが分かる。なるほど、皆さんピンときた方いますか、知ってる方いましたでしょうか。アンヘル、天皇陛下のスパイですか。え、天皇のスパイですか。皆さんは分かってないんだよ。分かってない。あまりこう天皇とか言うとね、こういろいろなことになっちゃうから、そうそう、ね、例えばイギリス王室だとか、ね、日本の皇室だとか、こういう方々はこの中に入ってないの。意外ですね、なんか入ってないんだよ。じゃあこの支配の中の外側にいる。もちろん日本にはいるけども、皆さんが教えられてる歴史、はい、そもそもだって文科省かなんかだった、まあ、そりゃそうですよね。学者ってのはね、これが歴史ですって言ってる歴史上、まあ、確かに何の疑いもなく学校で習ってことを受け入れてますけども。違う。アンヘル・ベラスコが、うん、もう第二次世界大戦を通じて、これは一体どういう戦争なのか、うん、そもそも戦争とは何か。戦争に関してはこれまで概念として学術的に言ったら2人しかいない。1人はクラウゼヴィッツ、戦争論、うんね、戦争とはあくまでも政治の延長である。お、非常にドライに分かりやすい、うんうん、クラウゼヴィッツの戦争論を読まずして国家戦略防衛というのは考えられない、当たり前の話。2つ目は石原寛治大先生、世界最終戦争論、うん、戦争には2つある、長期戦、持久戦と決戦戦争、これを繰り返しながら最終戦争に向かって突入していく、うん、最終戦争をやらない限りの恒久平和にならないっていう語源というか、うん、まあ石原寛治先生は法華経の世界観というか諸教観で見てるんだけど、そしてベラスコはもっと簡単、戦争とは経済である、お金儲けだと。ビジネスですか。イエス。なるほど。戦争なんて所詮軍産の複合体のね、在庫処分言ってんだからね。ああ、本気でアメリカがね、ウクライナの戦争に参戦したら10分で終わるって。へえ、10分で終わるよ。何をこんな1年以上延ばしてる。在庫処分、金儲け、ね、ここに行くのは金を持って出して、金出さないと。だって殴られるって、カツアゲされてる状態ですね、日本は。そういえばムーデあれだよ、日米合同委員会で記事やったら途端にみんな言い出し始めて、知らなかったくせに。ムー発信ですよね、ここであります。あなんかムーなんか2年前に撮った記事、確かに今年ブームになりましたけども、今そろあれも結局都市伝説界隈の話が事実だったってようやく聞いたんだ、ね、都市伝説っていうかすごい便利な言葉だよね。もともとね、都市伝説って言葉を作ったの CIA とか言いますけど、あれどうでもいいんだけどもさ。どうでもいいんだけどもそんなことよりも今回の一つはあれは戦争だよ。冒頭の話戻ってきた、ね、はい、それはあの、ね、回収しておかないとね。はいはい、ぜひ。あれは計画されていた、うんうんうん、ムーに乗ってんじゃん。ムー乗ってます。皆さんムー飲んでますか、ちゃんと。2023年3月号、だいぶ前ですね。そこに、うんうん、さっき言ったこの世界の本当の支配者、権力者は誰かって名前を載せてない。はいはい、5人、5人の上にさらに1人いるんだけども、この1人のリスト借りようか。ちょっと待って、これだって、このトップの人はもうすでに亡くなっている、現在空位。ワンピースじゃねえよ。じゃあワンピースですよ。僕も今言おうと思ったんですけど、五老星の上にイム様いるのと同じじゃんと思って、それも椅子が出てきますから。ワンピースの作者なんか知ってんじゃねえのかな。僕はわりかしそう思っていますけどね。空位なんだけど5人いるわけよ、実質じゃん。本当にいるんだ、その世界のトップの5人って。は1人は、うん、ごめんよって。あ、聞こえました。1人は日本人。日本人いるんですか。この空位だった、この亡くなった方はもう日本人。この地球上の真の権力を握ってた日本人。日本強ないですか。めちゃくちゃいいじゃないですか。何を今さら。ちょっとすごい事実ですよね、これは。例えばね、要はどれだけの金を動かされるかっていう言い方をしようか。ああ、面白い。戦争って言って金かかります。もちろん。どのくらいの金だと思う。もう何兆円っていうお金ですかね。は？違うんですか。何兆円？そんなんで戦争なんかって言えない。じゃあなんだろう。け。お。
どうですか。それはいわゆるはしたがねでね、はしたがねで、まあ、動かすとすればそういうふうなちょっと歴史に名の残すようなものをやろうとしたらまあ3分ぐらいかかるでしょ、はあはあはあ、それを動かせるっていうことはもっと金持ってるのよ。ああなるほど、円に換算するとね、今円安作られたからね、はあ、桁が違う、桁が違う、なんだろう、もっと上ってなんですか、ね、もうそこまでなるとねお金じゃないよね。あーなるほど、お金を使ってる感覚じゃないのかな。別に私利私欲に使ってるわけじゃないんだ、はい、動かせるっていう、いやすごくないですか。だこの軍の承認がなければこの世界は動かない。ここの承認を得てるのがデレップチン聞こえちゃいましたねこれね。すごいんですね、プーチンです。へえー、そうなんだ。ただ単に NATO がウクライナに進出してる、これはもう完全に西側の陰謀だけど、それに対して対抗するネオナチとプーチンが言ってるぞ、うんうん、なんだけどそんなの口実だよ。へえ、ウクライナなんてまだまだ。あ、そうなんですか。え、ウクライナの、まあ、ゼレンスキー大統領、うんうん、ユダヤ系でしょ、ユダヤ人でしょ。だから支援でいろんな有名人、俳優とか、はいはい、アーティストが来るじゃん、ユダヤ系でしょ、うんうんうん、だそうでしょ。その本丸っていうのはイスラエルじゃん、うんうんうん、そうですよね。まさにそういう今立ち位置というか歴史があって、戦争してるわけですもんね。だからその5人の組織につながってる方からちょっと話を聞いて、はあ、今後どうなるのか。今のウクライナの戦争は2023年夏が終わった頃に中東に飛び火するぞ。その中東に飛び火することすらも計画通り。もちろん次だよ。次もあるんですか。ワールドウォー3第3次世界大戦ついに始まってしまう。まだ気づいてないでしょ。1年後にみんな分かるから、涙ながらにみんな気づいてくれよって。いいよそんなの、みんな選挙行こうぐらいなもんなのね、うん、今できることはさ、はいはいはい、選挙行くか、ムー読むかだよこれ大事ですねこれね。あと小焼きスタジオ見るか、あこれは絶対、まあ、見てるんでチャンネル登録してくださってると思いますけど、ぜひしてくださいね。ムーさんから来てくださったのぜひお願いしますね。小安田インマイルームへようこそ。僕が個人的にお付き合いのある都市伝説系 YouTuber やタレント、その他いろんなゲストの方にお越しいただきまして、いろんな話を聞いていくというこのコーナーでございます。今日のゲストは山口敏太郎先生です。お願いします。よろしくお願いします。いや山口敏太郎先生といったらもうカルト界の超重鎮ですけども、うん、コヤッキースタジオに前回お越しいただいた時は、うん、このようにですねめちゃくちゃ再生数を叩き出しまして。あそうですか。すごかったです。今年の中でもトップ5に入ってます、再生数が。結構じゃあみんな喜んでくれたのかな。喜んでくれてますし、コヤッキースタジオも4年経つんですけど、ようやくそこまでたどり着いたかみたいな、うん、賞賛のコメントがすごい多かったです。あそうなんですか。そうだからやっぱりみんなの中でも山口敏太郎先生特別なんだろうなってすごい思いましたね。僕も先生に今日ね相談したいことがあったんですよ、うん、YouTube の世界もやっぱこういうことがあるんですよ。ああそうだね。そうやっぱ YouTube って別に誰からスポンサードを受けてるわけでもないから自由に発言できるし、うん、そもそもあの、うん、言論の自由というものは約束されてるわけですから、そうね、何を思想しようか勝手なんですけど、うん、あまりにもねこう被害者がいるとかそういうことにセンシティブなことは僕も触れませんが、うん、一般的に言われてる事件について、うん、あのキーワードを1個出しただけで広告止まるんですよ。あそれが先週もありまして、まあ、多分今ごめんなさいね P 入っちゃうと思うんですけど、あーあれわかんない。これ言ったらもう絶対広告つかないんですよ。おかしいよね。おかしいんですよ。なんて、ね、そんな、なんか議論不利にしたらええやんと思う、ね、そうなんです。別に僕は正解とも言ってないんですよ、うん、断定的にもものは言ってないんですけど、うん、そのワードを出しただけでもとりあえず動画は出せるけど、うん、広告はつきませんよと。もっとひどかったら動画も削除されるんですよ、うん、ああそうやね。そうだから僕はコヤッキースタジオ4年間やっていて、消された動画イコール真実ちゃうかなと思ってるんで、自分の中でわりか真実味のあることのストックが結構あるんです今。まあ向こうさん側からしたら、うん、シャレにならんバラされたら困るようなことがみんな止められてるんで、そういうことでしょうね。だって最近のねあの某アイドル事務所の忖度の件もあって、うん、それが事実ってことも認定されたじゃないですか過去の、うん、でも、うん、その事実であること以上に、うん、今までメディアがそういうことを封鎖してたことの方が僕は闇深いと思ってるんですよ。そう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 。だからそのメディアによって情報操作してます、忖度ありますけど確定したわけじゃないですか、もう、まあ、歴史が動いたというか、うん、そうね。ってことは当然、まあ、陰謀論じゃないんですよ、まあ、全部信用するのは危険ですけども、うん、その中の全部が嘘と思えますってことですよね。だからね
ったんはもともと西海岸の真言宗の長の息子なんよね、うん、あ、そうなんですね。どうも入ってたのが悪魔崇拝の悪魔崇拝の悪魔のチャーチオブサタンちゃうかっていう説があって、はいはい、チャーチオブサタンってあの子供をレイプするでしょ。そうですよね。子供の肉食べるもんね。今ね、アドレナクロムとかもすごい問題になって、そんな昔からやっぱあったんですね。昔からあった、あのバール神道っていう、はいはい、バビロニア時代から、うん、ずっとあんねん。ほんで子供を逆さずりにしてね、首を切って、はいはい、血を垂らしてこの血を吸う、はいはい、血を吸うってあのレイプして、ね、殺して食べ、肉食べてお尻をソテーして食べるんですよ、はいはい、えー、つないですね。だからその話もね、うん、すると一回これ消されたよ。僕もね、知ってる限りの情報でね、かなりあるんですよ。というのもね、うん、アメリカって異常に子供の誘拐率高いんですよね。そうだから大体身の代金目的って思うじゃないですか。そうじゃないっていう闇深さね、うん、それをなんかアンチテーゼ的に取り扱ってる映画たくさんあるじゃないですか、まあ、まあエデンとかもそうですし、うん、もう目的がね、まあ、そこまでのことはもう考えたくもないんですけど、うん、そういうことって、まあ、昔からあってようやく明るみにちょっとなってきたってことですもんね、うん、だからジャニーさんの問題が問題として取り上げられたんだったら、うん、アメリカのこの問題も取り上げるべきやね。そうね、だって、うん、そりゃそうですよね、うんうん、まあ、思いますけどね。でもそれって相当な、まあ、DS と言われてる人たちとか、うん、影の支配者層と言われてる人たちの舞台なんで、うん、なかなか出ないにくいですよね。出にくいね、これは。だからまあそれと戦ってるのはトランプさんやっていうのに言うけど、うん、言われますよね。どこまでトランプさんが本気で戦ってるのかな、うん、もあるし、じゃあ最近日本で誘拐、子供が誘拐増えてるのはどういうことや、うんうん、山梨の事件とかね、うんうん、北関東の事件、パチンコでおらんような事件とか、うん、あれも多分殺されてるんちゃうかなと。ねえ、なんか今このご時世、わりかしこの今 X でしたっけ、そのツイッターがとかでいろんなこう大容量のね通信速度の時代になりましたから、うん、動画がやっぱあるんですよ。あ、はいはい、そうやっぱ外国からの動画って今までは、うん、なんだ、イーロン・マスクになる前は、見えてなかったのかわかんないですけど、うん、やたらとですね、そういう動画増えたなと思っていて、そ、直接的な映像はないんですけど、子供が海外誘拐されるとことか、うんうん、奇妙な、ものが映ってるとかってことが、結構タイムラインに僕、うん、まあ、こういう仕事してるかもしれないですけど、流れてくるようになったんで。結構エロが流れてくるよ。いや、すごいですよね。何やろ、これ、と思って。すごいなんかね、今までいかにその目隠しをされていたのかっていうのがわかる感じがしますね。うん、いやだからね、宇宙人の遺体だったやん。はいはい、あのメキシコの。あれ、人間の死体なんよね。あ、そうなんすか。ゴールデンタイムにね、日本中がね、うんうん、騒ぎになるぐらい流したやん。うんうんうん、あれは、奇形児の死体ですよ。あ、そうなんですね。なんかペルーとかなんかどっかの方で拾ったみたいなのね、言ってましたけど。いやいや、あれはほんま、奇形児ですよ、うんうんうん。で、あれを買うた人にインタビューしたんやけど。先生が？そうそうそう。はいはい。あれ、すごい高かったらしいよ。1分間1000万。すごだから、ビッグビジネスになるんだよね。だから、奇形であることとかと、うん。だって、作り物じゃないってことですもんね。作り物じゃない。ね、エイリアンじゃないけど、うん、それが生物であったことは確かということは、うん、確かにすごいビジネスだと思います、これは。あの、核爆とシーンとか、リアン。はいはい。はいはい、そうですよね。核爆とっていう、このペローっと取ったり。はい、で、こう、解剖の手順もちゃんとプロがやる手順だよね。はいはいはい。あれが宇宙人とははっきり言わなかったんやけど、うんうん、まあ日本人のそのおっさんも、はいはい、うわ、これどないしようかな、でも大ヒット間違いないから買おうと思って買うたんやって。なるほど。で調べていったら、で後にね、アメリカに取材に行ってたら、はい、あの死体と同じような顔して姿してる子供が2、3人おる。やばあれは何ですのあれって言って聞いたんや。さあ、あれは日本人、君たち日本人は知らないけど、プルトニウムの実験でああいう風になっちゃった子たちだよ。そうなんだ。マンハッタン計画。はいはいはい。もう、都市伝説界では超有名なマンハッタン計画ですけども。の犠牲者なんで。そうなんですね。だ実際に行われたかどうかも分かってないですから、マンハッタン計画って一応陰謀論の中で言われちゃってるので。いや、間違いなくやられてますよ。あの、注射をね、はい、妊婦さんのお腹にチューって注射するんや、はい。で、200何十人かが妊婦さんが注射されて、はい、中の子供がどうなるかっていう実験あったよ、はい。あ、そうそう。核爆弾を落とすんだよね、はい、でそこにこちゅうたち突入させるんや、うんうんうん、それで遠くからこうやって見てて、あ、まだ1人倒れた、2人倒れた、あ、全滅です、10分で全滅かと出たの。すごいでしょアメリカって、うん、やばいですね。自国民を平気で犠牲するんやな。はいはいはい。
そんな悪魔みたいな実験があるんですね。オバマが謝ったんでしょうね。はいはいはい。あの性病実験、うん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 、刑務所に捕まってる禁欲生活を送ってる囚人を性病だらけの女性刑務所に放り込んでやりたい放題やらして、はい、そんなあったんですか。そうそう、それでそいつらが病気になるやん、うん、病気になってもだい苦しむやん、うん、それを全部記録して何日目に死亡とか言って、うんうんうん、でそれで裁判起こしたんよ、うん、じゃあ民事訴訟が起きて、うん、もう賠償金払ってる。まあ大統領が認めたってことはね、それは事実だったということですよね。だからそうですよね。だからアメリカっていうのはちょっと怖いよね。めちゃくちゃするよね、まあ、まあ怖いですし、まあ、戦争ってねそういうものがつきものってなんかどこで思っちゃってるからあれですけど、うんうん、なんか事実と認めたくないままなんかね受け入れるとこあるじゃないですか、うん、なんかあそこあったんだ今の時代まで、まあ、感謝だなみたいなところもありますけど、そう今でもそういうことが続いてるってのは怖いですよね。今もロシア、ね、ウクライナ問題もありますし、今でこそは ねイスラエルの問題もあります。めちゃくちゃ怖いですよね。だってロシア、ウクライナもせいぜい5年ぐらいしか引き延ばしすることができんと、はいはい、もうプーチンが頭変えてるやん。皆さん聞きました、引き延ばしですよこれね。コントロールされてるってことですからね。もっともっと武器を消費してないかんと、うん、あでもあと5年ぐらいでもう兵力尽きるから無理ですよっていう話になって、うんうん、じゃあどないしようかって、うん、イギリスとアメリカが、うん、イスラエル行こう、次イスラエルや、ハマス動かすでって。これいろいろさ疑問がありますよね。もともとイスラエル問題っていうのはそこに住んでいた、うん、今ガザ地区とか言われてますが、パレスチナの人たちが住んでた場所に、まあ後からやってきたユダヤ人も戻ってきたというふうに言われてますけど、うん、そこはまあ占領しちゃったよみたいなことになってますけども、うん、当然追いやられたそのパレスチナの人たちっていうのはまあおこなわけですよね。そうだね。いつかそのまた戻りたいっていう、まあ、当たり前の考え方ですけど、それがちょっと過激になっちゃってこうどっちが悪いのみたいなになってますけど、もともとそう言ってみたらそのハマスっていう人たち、そのテロ組織認定されてますけども、まあ、そこを火付けしたやつがいて、そこが戦争を仕掛けたか仕方なく報復してますという形には取ってますけども、うん、あまりにもそのリターンが早すぎてこれ仕組まれてたんちゃうかみたいなことも言われてますもんね。そうだよね、うん、だからあのハマスとかにあの資金とか武器を援助してんのもアメリカやからね、うん、いやこれ怖いですよね。だからマッチポンプやね。マッチポンプですよね、うん、ね資金援助してドンパチ始まったかな、あそろそろイラン来るかなって、うんうん、じゃあイランがなんかこれ以上やったらわしらも参戦するぞと言い豚じゃないですか、はいはいはい、さあ締めたもんや。イランが参戦したらイランのとこ攻めていって、うんうん、イランを徹底的に破壊するんでしょうね。すごい。こういうこと言おうとしてあの結構睨まれる先生はそういうお立場ですよね。ちょっと最近丸なんてあんま言わんようになったけど、はいはい、言おうとして、うん、あのちょっとでもヒントを与えるよね、はいはい、ね、うん、どっちでも取れるような言い方してるとか、うん、それがね分かってない子が多いよね。あ確かに確かに、それめちゃくちゃやりますよね。僕らも基本はやっぱ、うん、あの後味悪いエンタメはしたくないんで、うん、いつも東亜くんっていう相方とそのふざけ合ったりして、うん、面白かしく伝えることをモットーにしてるんですけど、うん、どうしても深いテーマになるとなんか真剣に取り組まなきゃいけないこともあるんですけど、うん、あんまり見すぎると規制かかるんで、匂わせとかヒントをねで終わることが結構多いんですけども、うな、ん、った方にその解釈されるとそういう見られちゃうんで難しいんですよね、表現が。そうなんだよね、うん、だから今日もし広告がついてなかったら皆さんの中で一つヒントになるんじゃないですか。逆にこれが真実やったかも、うん、かもしれませんしね。ストップ。小安田 in my room へようこそ。3夜目にして最終夜、本日はですね小安田 in my room アンコールスペシャル最終日のゲストということで政府関係者 A さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。覚えてますか、先月収録した時のことを。はい。うまく喋れるかななんか心配してましたけどね、何のことはない、反響が一番高くてなんと14人中1位、まあそれぐらい皆さんの中では非常に心に刺さったお話だったのじゃないでしょうか。今日どんなお話をしてくださるんでしょうか。第三次世界大戦についてお話しましょうか。いいんですか、そんなテーマやっちゃって。はい。第三次世界大戦はもう始まっているとも言われていますし、もう終わってるんじゃないかという説もあったりするんですね。僕はね真っ只中派なんですよ。武器を使った重火器の戦争だけではなく情報戦であったりとか、そういうものも僕戦争だなってやっぱ思うん でフェイク動画とか作られてしまって情報をこう洗脳させられたり、始まってますよねって言われたらその通りで思っちゃうんですよね。それはすごく鋭いですね。これについてじゃもう話をしていこうかなと思っているんですけど、第三次世界大戦ってそもそも
いろんな説がありますと。今ね、情報戦という話もありますし、核戦争の話もあったりだとか、古代に遡ると一体ある文明が核戦争で滅びたんじゃないかという話があったりだとか、いろんな話もありますけれども、ちょっとここでお話ししていきたいのが、本当に核戦争が起きるのか、そして核戦争だけが本当に人類にとって最も驚異的な武器、戦争のツールなのかと、そういったところをちょっと疑いの目線を持ちながら話をしていこうかなと思います。ちなみに、核のお話をする上で、核不拡散条約っていうのをご存知ですか？もちろん、学校で習いますもんね。そうですよね。うん、主に、世界で核保有を認められている国っていうのは、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、5カ国と言われているんですね。ただ、内々でと言ったらあれなんですけども、実は持っている国も、プラス4あると言われている。プラス4、4つもあるんですか？はい。それが、インド、かなり人口が増えている国ですよね。次がパキスタン。パキスタンは、実は、難民の受け入れが上位5カ国に入るぐらいに入れている。はいはい。次が、イスラエル。かなり中東戦争の真っ只中にあります。これも、あそこを持っていると噂されているんです。で、もう一つが、お隣にある北朝鮮。日本人にとって身近というか、一番イメージしやすい国ですよね。で、この4カ国を加えて、持ってるか持ってないかは定かではないと言われているんですけれども、一旦9カ国が核を保有していると、噂をされているんですね。そんな中で、今、新たに核を持とうとしている国が実はあるんです。それが、イランなんですよ。イラン中東の石油原産国です。私はもともと資源のあれにプロとしてお話を伺うケースが多いので、そういう話とかも聞くんですけれども、今、イランが核を持とうとしている。それに付随して、前回の話でも、ここはカットされてしまったところなんですけれども、サウジアラビアもイランが核を持つなら、俺たちも持つという話をしているんです。日本っていうのは、サウジアラビアと一緒に火力発電、石油を燃やしても炭素が出ないような仕組みというのを一緒に開発する仲間なんですね。サウジアラビアっていうのは、ドバイにあるパームジュネイラっていう、世界最大の人工都市と言われているんですけれども、そこに対抗しようとしていて、今、新たなプロジェクトを進めているんですよ。それが、ネオム。ネオム？はい。ネオムっていうプロジェクトなんですけども、それは、およそベルギー1個分と言われるぐらいの土地を使って、最先端の都市を作ろうという動きをされているんですけれども、言ってしまえば、ドバイとか最先端の動きを取る国に対して対抗していきたい野心をあらわにしているんですよね。実は日本も最新技術とかもサウジアラビアのネオムプロジェクトに関わっていこう、そういう動きをしていると。ただそうするとサウジアラビアと仲の悪い国があると、どっかと仲良くするとどっかが拗ねたりしますもんね。それが前回発されてしまったアメリカなんです。アメリカとサウジアラビアは仲が悪い、アメリカと日本は仲がいいと言われて、そして日本はサウジアラビアと仲がいい、この三つどもえの関係ですね。これをどうやって外交戦略でうまく取り持っていくかっていうのが日本のトップたちに求められている局面だ。ちょっと話を戻していくと、イランが10カ国目の核を持つ国として手を挙げている。ずっとサウジアラビアも手を挙げ始める。そうすると核保有国がたくさん増えてくるというのが近未来で見えてくるような調整の話なんです、ただここであえて差し込みをするんですけれども、核は本当に最強なんですか？考えたこともないですよね。学校に習うように核の話ってたくさん出てきますよね。第二次世界大戦とかでも日本に2発の核が落とされるということで、核兵器っていうのは世界で最も脅威な兵器だというのが私たちに刷り込まれているお話だと思うんです。疑いの目線で見ていこう。前回のお話でもあったように、核兵器って何かがないとそもそも作れないし動かせないんですよ。それは資源ですよね。なので資源っていうのは全ての根幹を司っているので、それをもとに戦争が始まる。そして核でさえも資源がなければ作れません。そういったところを考えていくと、ある国がですね、今虎視眈々と第三次世界大戦に向けて準備を進めているんですよ。それが中国。聞いて納得できますけど、いよいよ現実的なお話だな、ちょっとゾッとしましたね。前回のお話でも、中国というのは日本に対してハードパワーという側面でアプローチをかけてくるというお話をさせていただいたんですけれども、もう少し中国について資源の面からお話をしていきますと、中国は資源関係で3つの特徴を持っています。1つ目が石炭の生産量です。世界全部の石炭生産量を合わせたうち、その生産量の 50% は中国が握ってるんですよ。めちゃくちゃ握ってますやん。石炭っていうのは安価なんですよね。汚染物質もたくさん出してしまう、炭素も出してしまう。それを握ってるのが中国だ。安価というのを
利用して開発を進めたい国もあるんです。それが発展途上国。なので中国っていうのは石炭の 50% も握っているので、周辺各国および発展途上国に対して石炭をさばいているわけです。そうすると発展途上国はおのずと中国の言うことを聞かざるを得ない状態ができていくと。そういったところが一つ目の中国の強み、特徴の部分です。二つ目の中国の特徴っていうのは、実は再生可能エネルギー、これも生産量が世界一位なんですよ。太陽光発電、水力発電、最もクリーンと言われるエネルギーも実は中国が一番に、アメリカの2倍の差をつけてます。やばいっすね。ダントツじゃないですか。ダントツなんです。 SDGs というお話を、まあ、前回させていただきましたけれども、中国っていうのは SDGs に最も理のかなったエネルギーを持っている。そこが中国の2つ目の強みです。なので SDGs の話を引き合いなされた時にも、石炭を使いつつも再生可能エネルギーを持っている。中国って強すぎません？強いんです。めちゃくちゃ頭いいですよね。どんな なっても自分は優位に立てるようにもうカード持ってるんですよね。はい、やっぱりそれは中国共産党の独裁政権だからこそできたやり方なんですよ。3つ目の特徴をお話ししてみますと、前回コアッキーさんがレアアースという話を言葉に出していただいたんですけども、まさにそのレアアース、業界の用語ではクリティカルミネラル分類にも入るんですけれども、実は世界で取れるレアアースの 70% を中国が握ってます。やばくないですか。めちゃくちゃやばいです。これはカティさんも前回お話ししましたけれども、半導体を作ったりだとか、今のシリコンバレーが中心となって作っているような電子機器、テクノロジーの最先端機器を作るために必要な鉱物を中国が握ってるんですよ。やばくないですか、はい、このデジタルの世の中で。そうなんです。これを聞いている視聴者はおそらくこの3つの特徴を聞いただけでも、カティさんと同じように中国やばと。いや、それやばいですね。だから持ってるカードにさ、差がありすぎる気がするんだよね。しかもこれは調べてる人はわかるんですけれども、一般的にニュースではこんなに深掘りして教えてくれないんですよね。なので、もしかしたら視聴者の方にも初めて聞くという方もいらっしゃるんじゃないかなと。お便りもちょっとやばい手札でしたね。で、実はこれだけじゃないんですよ。まだあるんですか。はい、資源とは違う側面で予備知識としてちょっとお伝えしていきたいなと思ってるんですけども、前回ハードパワーとソフトパワーという話をさせていただいたんですけれども、実は今も軍事業界の中では第3の力について注目されています。それがシャープパワー。もしかしたら初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけれども、これ何かっていうと世論操作、工作活動のことを含めてシャープパワーって。へソフトパワーっていうのは文化的な攻め方ということで、かなり好意的な側面で、あの国はすごくいい国だねっていう、前回の話で言うと K-POP すごく好きだからっていう感情、それがソフトパワー、うん、そしてシャープパワーっていうのは世論を変えていくような力のことを言うんです。そのシャープパワーで分かりやすい事例で一つお伝えしていきます。今スパムフラージュっていう言葉が、スパムはなんか分かりますけど、どういうことですか、組み合わさると。スパムっていうのはコアッキーさんも感じている通りで、受け付けてない情報を勝手に送ること、求めてない情報を勝手に送ることをスパムと言うんですけれども、それカミフラージュという言葉を組み合わさった男なんですけど、カムフラージュというのは偽装、まあ、つまりスパムフラージュっていうのはネットで匿名の人、あるいは存在しない人が勝手にアカウントを作って偽情報をばらまくこと、これが起きてるんです。まさに僕冒頭で言った情報戦みたいなことにもなるんです。さすがです。それが中国が最も得意としている戦略の一つなんです。これは見てるかな。実は10年前から着々と準備されてます。中国っていうのは情報戦争に対してものすごく力を入れてたので、ネットが民主化されるって気づいた瞬間にこの手口を考えてたんですよ。今こうなっていることはすでに計画されてたってことですよね。その通りです。最近これは気づいてる人は気づいてるんですけども、緑色をしたまとめ記事のメディアとかいろいろとありましたよね。今なくなりました。なくなりましたよね。結構好きだったんですけど、まとめ記事見るのは。実はいろいろとスパムフラージュっていう側面で裏で動いてるところがあるんです。つまりスパムフラージュっていうのは、ある国がシャープパワーっていうのを駆使するために使う戦略なんで、利害関係とか社会の見え方っていうのを考えたときに、やられすぎるとそのメディアって廃止せざるを得ない。まあ、SNS で大きくたくさんいますよね。メタとか、X とか、はい。そういったメディアっていうのも、実はスパムフラージュの餌食にされてしまったら、効率が保てない。
なるほど、確かに分かんないですもんね。イーロン・マスクさんがウィックスに加入しました。はいはい。今スーパーアプリを作るとおっしゃってます。このスパムフラージュの観点でもいろいろあると思いますか。確かにそういうことが考えられてきますよね。っていうのもちょっと含めてアメリカと中国の関係性も考えていくと、そういった側面もありますね。何が本とか分かんなくないですか。普通にシャドーバンとかも都市伝説レベルでしたけど、実際にイーロン・マスクが買収した時にシャドーバンはあったとか、都合のいい記事を上にしてたという事実も明らかになった以上は、僕たちが普通に出てくるおすすめのコンテンツっていうのも意図的に出されているものだったりとか、いろんなことが情報操作されててもおかしくないですよね。小池さんさすが都市伝説扱ってるだけあってすごいですね。まさにその通りだ。今の中国の話をここまでしてしまうと、中国強すぎると弱点はないのかと。なさそうに思いますけど、もう積んでるというか。そうですよね。あるんです。今、話せる範囲だけで2つあります。1つがインフラ整備。インフラを整備する。はい。2つ目が人権。ここが中国の今、弱点と言われている部分です。ここから先の話っていう。YouTube 上で目をつけられると、それこそスパムフラージュの対象になる可能性がある。なるほど。もしかしてここは使われてないかもしれませんが、もし流れたということは、すごいことを皆さん知ってしまったということですよ。中国を倒すためにインフラ整備と人権の側面から話を進めていこうと思うんですけれども、今アメリカが中東戦争関わってますよね。イスラエルの問題、実は内外ではユダヤ人の部分が関わってるんですけども、ほとんどユダヤ人の問題っていうのは対立国同士ではそこまで大きな問題になってないんですよ。アメリカは別な側面からあの問題を引き起こし始めてるんですよ。何かっていうと難民問題、あれを波及させようとして今動いていると言われているんです。そこが中国の人権問題の話に変わってくるんですけれども、中国は戸籍が分かれている。分かれている。はい。それは農村戸籍と都市戸籍っていう二つに分かれている。これももしかしたら差別用語なので、あまり言える言葉ではないんですけれども、昔首脳交渉。ありましたよね。歴史の教科書に習いますね。はい。とかアパルトヘイトとか、中国は未だに農村戸籍と都市戸籍で、明確に身分が分かれてるんです。名前だけ聞くとね、差別してる感じには聞こえませんけど、なんとなくイメージがね、分かりますよね。そうなんです。農村の方たちっていうのは都市への移動が原則制限かけられてる。それおかしくないですか。逆はいけるんですか。逆もいけないんです。逆もいけないんだ。なので所得格差がものすごくなってるんですよ。人口比率の話なんですけども、中国って約14億人人口がいると言われているんですけども、この比率どう思いますか。どれぐらいなんだろう。ちょっと大げさに言うと7-3とか。実際言ってます。すごいです。実は農村戸籍の方は10億。じゃあ4億が都市戸籍とか。はい。僕思ってる以上に比率が高かった。ものすごいことになってます。ほとんどが農村戸籍。そうなんです。っていう現実を考えているんですよ。これってアメリカが SDGs というのを主導で進めたって話を前回しましたけれども、 SDGs 的に見てこれってどうですか。どうなんでしょうね。微妙なところじゃないですか。そうですか。まあ一般的には SDGs から見るとこれって良くないです。そう考えていくと、アメリカは明確にソフトコアに攻めてるのが分かりますよ。でアメリカは難民問題を引き起こし始めてるっていう話を、先ほどさせていただいたんですけれども、何がしたいかっていう話をちょっと深掘っていきますね。中国の弱点としてインフラ整備の話をさせていただきました。これどういうことかっていうと、人口がある都市に集中し始めるとインフラが壊れるんですよ。電気の供給とかいろんな側面で問題が出てくる。そこの部分が今中国の欠点の一つだと。 SDGs から見ると難民問題っていうのは良くないという話があります。これもうちょっと学術的な話をしていくと、ガイア理論っていう、ガイア理論ってあの地球は生きているっていう生き物であるっていうことですよね。そうです。ジェームズ・ラブロックさんが提唱しているのはまさにその通りで、地球は生きている。その話からいく、実は人間っていうのはウイルスなんじゃないかっていう。これも結構有名ですよね。風邪をひいたらウイルスを退治するために熱で倒すから体温が上がる、だから発熱するんだよっていうのと同じように。ただし SDGs の観点から見ると、人間をウイルス呼ばわりするっていうのはあんまりよろしくない。例えが適切ではないってことですよね。そうなんです。でなおかつ今の時代って2つの考え方が結構リードしていて、1つはアントロポセンっていう考え方なんですよ。これ人新世って言われるんですけれども、人が地球環境に対して大きく影響を及ぼし始めた時代って今言われてるんです。一方ではバイオセントリズムっていう
考え方がかなり有名になってたんです。これは生命の命はみんな平等だ、どちらもダイヤ理論に基づいた発想として受け入れられているんですね。でそうしたことを考えていくと、アメリカっていうのは SDGs を盾に難民を引き起こしてどこかに送ることによって、あー、なるほどね、面白い。面白いっていうテーマじゃないんですけど、考え方がなるほどって今思っちゃいました。それによって弱体化を引き起こそう。なるほどね、すごい複雑ですね。難民の方たちはね、かわいそうな、ね、方もいらっしゃいますから、それを利用されちゃってるという。そうですね。そしてアメリカが今次に狙っているのは、女性で黒人で初の大統領を生み出そうとしています。SDGs に沿って、これがカマラ・ハリスって言われてます。そして、ここが使えるかどうか、ものすごい微妙なところなんですけども、相手を話します。はい、カマラ・ハリスには、絡んでます。これは今さすがに P 入ったんちゃいますか。これすごいですね。とあるね、日本の某宗教団体が今出たんですけど、全然つながりなんて見えてこないですよ。実はここが絡んでいるということです。やばすぎませんか。なんでそれは、これは言えないです。なぜ言えないかというと、この YouTube 自体がアメリカのものですってことは、発言自体がアメリカに不利になりすぎるとさすがに良くないと判断したの。これは肥やしたないと案件でございます。でトランプ大統領と言いまして、はい、自国優先主義を貫きまして、確かに SDGs に結構絡むと思いません。ああ、確かにその通りですね。難民を受け入れる前、自国優先主義というのを前面に押し出す。グリーンカード制度というのはそうですよ。居住してもいいけれども賛成にあげない、明確に区別をつける法案というのを通し始めているんです。アメリカで常に先を見て手を打っている国が改めて見えてきますよね。そして中国の話とか戻ってくるんですけれども、インフラに欠点があるって紹介させていただきました。人がある都市に集中して集まると、インフラとして見るとかなり需給状況が難しいところに迫られる。ほう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 。どれぐらいのエネルギーが必要なんだ、その予測が読めなくなってくる可能性があります。専門的に言うとデマンドレスポンスっていうんですけれども、人が使う量をあらかじめ予測して利用発電しましょう、まあ、そういった仕組みがこの資源の業界ではあるんですけれども、スマートシティみたいな考え方っていうのが、実は中国っていうのはまだ整備が追いついてないんですよ。だからある意味で農村と都市で人の移動を禁止していたり、資源がそこにも絡んでたんだ。そうなんです。そういうところで、まあ、中国っていうのはインフラの懸念を抱えているというところが見えてくると。でここからちょっと怖い話を一個させていただきます。何でしょう。前回日本に、まあ、侵略があるという話をさせていただきましたと。もしですよ、中国の切り札として考えている戦略を教えます。はい、農村人口10億人、うん、切るっていう発想が中国にあるんですよ。切るってどういうこと。じゃあ話していきますね。チャイナタウンを作りたいっていう話が前回ありましたよね。もし中国がある国に人を送れるような環境になった場合、中国のインフラの弱点も解消できるし、豊かな資源を享受できるような戦略ってこれしかない。それは農村人口を10億人を世界にばらまく。そういう切り方なんだ。なるほどね。さすがにダークな切り方は出ない。ただし送ることはできる。あれに戦略としては考えられるんじゃないかなっていうのは、完璧に見ると思ったりがします。今アメリカでは中国の台頭に対していろんな戦略を打ってアプローチをしていますと。中国にも当然難民の受け入れっていうのも SDGs を絡めて是正しなさいと、もしくは受け入れなさいと、そういったお話が SDGs 絡みで出てきた場合、中国というのは最悪外に送るっていう戦略も取ってくると、そんなことが考えられますよね。で第三次世界大戦の話をしますって言ってきながら全然長かったんですけど、これからの第三次世界大戦は3枚のカードが鍵を握ると言われてるんですよ。ほぼメディアでは言われてない。1枚目は核。核。2枚目は疫病なんです。疫病。3枚目は電脳って言われてる。各国っていうのは核、疫病、電脳、これをどうやって磨くか、自分に国家戦略を進んでいる。ちなみになんですけど、中国とロシアって北朝鮮と結構つながりがあるって言われて、その流れでできたのがラザルスっていう電脳部隊なんです。これは世界中にサイバーハックを仕掛ける部隊なんです。わー、これも10年以上前から準備をしていて、もう戦
えばですよ、今までお話をしてきたスマートシティの話とか、核も資源がなければなんとか、いろんな話とか、全部エネルギー使います、うん、エネルギー使うってことは、ここに IT を組み込まれてるんですよ。この IT をハックすることに、明けた舞台を作ろう。これが中国、ロシアのやっていたことなんです。やばくないですか？なので、北朝鮮にラザルスを立てた。なるほど。北朝鮮もちょっと利用されてるとかあんのかな。空が弱いからそこに突き入れ、場所的にもちょうどいいかみたいなことなのかもしれない。そうですね、それはあると思います。疫病、これはコロナです。なるほど。全部心当たりありますもんね、言われたら。いやいやとはならないですもんね。今これは言ってもいいかわからないところですけれども、もしですよ、核を落とすっていう発想よりももっと早く人間に危害を加えようと思ったら、もっとも有効な戦略ってもう証明されてるんですよ。その実験がコロナウイルス。実験やったんすか。もうどんだけね、あれに僕たちは苦しめられたか。あれで実験、最悪っすね。まあ、いろいろと業界の分野で言うとリモートワークがとかいろんな側面がありましたけれども、やっぱりいろいろと情報を付け合わせをしていくと、コロナウイルスによってどれだけの感染拡大で何がどれくらい影響を受けるのかに指標ができたと思うんです。はいはい、確かに。あとは殺傷能力がなければどうなるかって話だろうということは、疫病っていうのはもしかしたら核よりも有効な戦略として認知された可能性があるんです。もう文化そのものを変えちゃってますからね。そうなんです。疫病をもしコントロールできる時代が来た、そんな国ができたら、これは驚異的な兵器として成立します。これは脅威ですね、ということが考えられます。うんうん、核の話とか、疫病の話とか、電脳の話とか、いろんな話が出ましたけれども、日本は何してるの？実は日本も準備しています。それは、レーザー砲です。レーザー砲？急になんか SF チックなアニメみたいなことになってきましたけど。実は、防衛省がレーザー砲っていうのを開発をしていて、実戦配備できる状態が整ったんですよ。ワンピースでいうところのね、キッドみたいな感じですね。電磁砲って書くやつですよね。はい。で、レールガンができると、何が強いかっていうと、今までのような銃弾とか爆撃、ああいうものよりも低コストで連射ができるんです。例えば、迎撃部隊に対して撃ち落としができる。これはまだやったことがないので、未確定要素ですけれども、例えばミサイルが撃たれました。うん、レーダーで感知しました。即座にレールが落ちる。そうすると、もしかしたら爆撃の被害を最小限に抑えることができる。まあ、それはそうですよね。そういったことも日本っていうのは今予算をつぎ込んでできるようになってきたと。すごい。そういう意味では、核とまでは言わないですけど、銃撃とか、そういったものに対しては、防衛が入るようになってきた。そうですね。だから核を持つことを選択せずに、違う方法で防衛することをちゃんとやっているということですね。まあ、疫病と電脳については、今、強化中です。ワイドハンカーの制度を今、進めていますけれども、電脳にも対応できるように、今、着々と準備を進めていますと。まあ、そうすると、例えば、もしかしたら、これを見ている視聴者の方は、国会で何に予算が通ったかっていうのは、あまり興味がない方もいらっしゃると思うんですよ。でも、あえて今日怖い話をさせていただいてますけれども、日本っていう国を守るために、何に予算を使うべきか、こう、真剣に問わなければいけない時が来てると思う。それこそ前回の2028年の問題もそうですし、どうやって日本という国、あるいは日本人の、資産を守っていくか、このために政治がどうやって動いているのかっていうのは、選挙の一票がね、若者の一票があまり有効じゃないと、一人の一票では何も変わらないっていう話も中には説としてありますけれども、そうではないと、みんなで協力していったらいいじゃないですかと、みんなで、まあ、議論をすることはすごくいいことだと思いますので、今日のお話で私の話が全部正解かというとそれは違います。はっきり言います。ただし参考にはなると、一つの材料として扱っていただければすごく嬉しいですし、これをもとに、まあ、視聴者の皆さんがどう考えるか、そして政治に対してこれからの私も含めて皆さんの未来に対してどういうことを考えていくべきかというのは、どこかで議論をしなければいけないんじゃないかな、そんなことをちょっと今話しながら思いました。はい、ということで長時間にわたりありがとうございました。インマイルーム全24回のうち、はいはい、ポップでライトなものを中心に10個集めましたけど、皆さん見やすかったですかね。すごいですね。まあポップでライトですけども、ちゃんと深いところには迫って、うん、これぞなんか都市伝説っていう面白さがありましたよね。入門編に近いですよね。もうそう、これが全部どっぷりハマったのとは立派な陰謀論者さんですね。まあね。まあ今日の回とか特にそうですよ。そう、もう陰謀論者の検定とか欲しいよな。陰謀検定陰謀検定誰だ
誰々と言われているが、これは誰みたいな。そうそうそう。答え DS みたいなね。DS ね、うん。サイコパス診断みたいな。そう、俺なんか多分もう7級ぐらいだと思うのよ。ああ、確かにね。そうそうそう。全然知らないよ。ねえ、うん。多分正確に言えるんじゃない、いろんなところ。そうですね。ねえ、旅人く人間関係研究所とかさ。うわぁ、もう誤字しちゃダメですからね。そう、うん。というわけでですね、全3回にわたってお届けしました、うん、インマイルーム総集編楽しんでいただきましたでしょうか。もし好評だったらですね、また総集編パート4とかやりたいなと思っていまして、定期的にやりたいなと思ってるんですよ、うん、だってこれね、1回きり出すにはもったいない内容ばっかしなんですよね。うん、本当にカットしてるところも多くて、改めてね、未公開シーンとか出したいなと思ってますんで、ぜひね、リクエストのほどお待ちしております。これからもですね、コアミナティではライトでポップの都市伝説を明るく楽しくね、皆さんに知っていただくために頑張って配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントで応援のほどよろしくお願いします。まもなく30万人登録ということで、はい、26万人ぐらいですか。そうですね、約26万人ということなんで、あと3、4万人パパッといって、うん、ぜひ30万人ね、みんなであのお祝いしましょう、うん、その暁にはですね、秋ぐらいになりますかね、オフ会を計画しておりまして、はい、インマイルームみたいなね、ゆるい感じの本格的な都市伝説イベントも用意しておりますので、うん、ぜひ見たいよという方はチャンネル登録で応援してください。よろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。バイ。という日に僕と君が釣る時間